はい、今日2月26日はこのね、Nintendo 3DS の発売日でした。思えば2011年2月の26日、真冬の登場だったんですね。Nintendo DS の勢いをですね、そのまま受け継ぐことができるのかと思ったんですが、ちなみに値段がですね、2万5000円でスタートだったんですが、任天堂携帯機史上最高値を記録してしまいましたね。ちょっと心配はしていたんですが、ちなみにローンチタイトルはこんな感じで、サードパーティーに配慮したのか、任天堂は任天ドックスプラスキャットのみでした。この辺の戦略が結構裏目に出ちゃったんじゃないかなと思うんですが、まあ、あとはですね、ローンチから1ヶ月経たずして東日本大震災が発生してしまいました。その影響がですね、やっぱり一時的にはあったと思うんですが、本体価格の高さとやっぱ任天堂タイトルの少なさが結構足を引っ張ったんじゃないかなと思いますが、あの初週というんですか、第1週目37万台ぐらい売り上げていますので、だいたい新しいマシンを欲しいという方はいつも30万人ぐらいいますね。本体価格がまあ上昇してしまったのは、まあこういうタッチペンもちょっとギミックがあったりとか、本体もね、あのツヤのあるこう光沢、ガラス繊維が練り込まれてるらしいんですが、あとは充電スタンドなんかもついてましたよね。やっぱり 3D ってなると 3D の必然性が必要ですよね。ちなみにこれ騙し絵になってますが、 3D にするとこの騙し絵が分かっちゃったりとかするんですよね。そういうのをもっとガンガン出していけばよかったんじゃないかなと。これ実はこのブロックとブロックつながってないんですよね。これをですね、ちょっと横に歩いていくとこういう感じになってます。これ 3D モードで見るとよく見えるんですが、 2D だと見えません。まあいろいろソフトは出しましたが、まさかの Nintendo 3DS 不審です。こんなに売れないとは思わなかったのか、2011年7月28日1万5000円の値下げを発表。これより以前にですね、任天堂 3DS を買っちゃった人のためにこのアンバサダープログラムが発動しました。何でしょうね、バーチャルコンソールをですね、まあ1万円相当になっていたのかちょっと忘れちゃいましたけども、計20本プレゼントということでした。結局 3DS ではゲームボーイアドバンスのバーチャルコンソールを配信することはなかったんですけども、それをですね、10本このアンバサダープログラムの中に入っていてですね、まあそこが唯一早く買っちゃった人の慰めになっていたのかなと思うんですが、まあ実際プレイしたかというとそんなにプレイはしませんでしたね。時々ね、あの並んだアイコンを見てムフフとするぐらいでした。その年末からは怒涛のソフトラッシュですね。まずはスーパーマリオ 3D ランドと、その後マリオカート7、そしてモンスターハンター 3G あたりが出てきてですね、一気に 3DS 加速です。発売1年で500万台を突破しました。まあ逆にこれは任天堂にとっては売れば売るほど赤字だったので、ちょっときつい数字になっちゃった可能性もありますが、まずはハードが普及しないと話にはなりません。とりあえず値下げによって息を吹き返した Nintendo 3DS、 このまま加速していくんでしょうか。ちょっとここからは話が変わってトピック、実はイヤホン端子が侮れないということで、大抵の人はこの 3DS 標準についているね、本体のスピーカーで音を聞いていると思うんですが、実はこのイヤホン端子から出ている音、非常に音質がいいと評判なんですけども、ちょっとその辺をですね、今日は比較してみたいんですけども、スターフォックスです。今まあスピーカーから、本体のスピーカーから音が出ていますが、今度はイヤホンから出た音です。
急いでくれ、スターフォックスの諸君。アンドルフが宣戦布告してきた。奴らはこの惑星コーネリアを支配し、ライラット系すべてを我が物にしようとしている。違い分かりますかね。実はこのグレートフォックスが来る時の音、グオーってやつが実は聞こえるんですね。他にもいろいろやってみると違いがあると思うんですが、本体のスピーカーだとちっちゃくてですね、音が出てない部分があったりとかするんですが、イヤホンもね、中程度でいいので、そういうものを使ってイヤホン端子に突っ込んで音を聞いてあげるとですね、実はすごくいい音を奏でているわけなんですね。たまにはイヤホン端子を経由して音を出してあげると新しい発見があるかも。はい、戻ってきてですね、2012年7月28日 Nintendo 3DS LL の発売ですね。やはり出てきた LL サイズ、 Nintendo DSi の時にも存在しました LL サイズですが、やはり画面が大きいというのは需要があるようです。 3DS LL 効果もあってか、2013年1月6日、要するに2年弱でですね、日本での販売台数1000万台を突破しました。順調ですね。なんてやってると、まさかの新型 DS、海外向けですが、2013年10月12日、まさかの 3D を捨てた Nintendo 2DS の登場です。徹底的にコストダウンを図ったこの機種はですね、3D 機能を捨てて、折りたたみ機構も捨てて、この筐体もですね、どっちかっつうと安い素材っぽく感じます。日本ではですね、ポケモン20周年を記念してこの 2DS が限定販売されましたが、まあその年の9月の15日、 Nintendo 2DS が一般に販売開始しました。2014年10月11日 3DS がパワーアップして帰ってきました。ニュー 3DS ですが、CPU の強化だったり、ボタンの増設、あとは 3D をね、ブレブレにならずに見ることができるようになっています。2016年2月には日本での販売台数が2000万台を突破しました。ちょっとここでトピックということで、 DS をねプレイしている方もいると思うんですが、 3DS は DS のソフトプレイできますけども、なんかボケボケだという人もいますので、一応これ普通にこうセットしてですね、起動してしまうとですね、この 3DS の画面に合わせてこの DS のソフトの映像が映し出されますよね。実は DS とね 3DS 似ている形をしていますけども、解像度がですね違うんですよね。そういう関係上、 3DS で DS をプレイすると、 3DS の解像度に合わせて DS の映像がですね拡大表示されちゃってる関係で、まあボケボケだったりドット画目だったりしてるわけでありますので、 DS のねサイズで表示することができればいいわけなんですが、実はその機能備わっていてですね、 DS のソフトを 3DS で起動する前にスタートかセレクトを押しながら DS のソフトを起動します。するとこのようなちっちゃな画面、ちっちゃと思うかもしれませんが、これが本来の DS の解像度だったというわけですね。こんなにちっちゃかったんですね。すると今度はやはりぴったりとサイズが合ってるというのかな、解像度が同じになってますので、まあドットバイドットでしたっけという名前がついてますけども、妙に引き伸ばしていませんので綺麗に映し出されます。その代わりちょっとね余白というんでしょうか、なんていうのかな、黒い枠が目立ちますけども、同じ解像度でやりたいという人はこういう方法があるぞということです。ちょっと時間が迫ってきましたので、この辺でまとめておきますけども、国内ではいよいよ2500万台を突破してきましたね。やはり売れるとですね、いろいろなソフトが集まってきます。このような音楽作成ソフトだったり、プログラミングソフトなどなどもありますし、こういうなかなか普段お目にかかれないものが出てくると、まあ人気があるんだなと思ってしまいますね。
あと DSI のソフト、まだまだダウンロードが可能です。ここでピコピコ動いているアイコンはですね、DSI ソフトですね。3DS のアイコンはアニメーションしませんね。3DS はですね、ローンチから見てきましたけども、まあそういった8年間の歴史があってか、ソフトも結構ダウンロード版購入しましたね。なんでしょう、こんなにダウンロード買ったのは多分初めてじゃないかなと思います。バーチャルコンソール的なものもですね、まあ主にセールの時に買ったやつなんですけども、まあ結構揃ってます。寿命が尽きても遊びきれないんじゃないかっていうほど入ってますけども、ちなみにこれ限界を超えた 64GB で運用していますけども、すこぶる好調です。今は 3DS おめでとうと言いたいですね。はい、 3DS8 周年でしたけども、まあ無駄話を挟みながら振り返ってみましたけども、この 3DS カタログ、去年の夏に発売したものですが、まあまだまだゲオなんかでは売っていますね。2019年ともなると新作 3DS ソフトは随分と減ってしまいましたが、先ほどのねカタログを見てですね、自分に合ったソフトを探してみるのも面白いかもしれません。たとえ2011年発売のソフトであっても、その人にとっては新作ソフトになるかもしれません。次回、ライバルだったビーター、どうなっちゃったんでしょうか。ではまた。